吉田勤、発見動画チャンネルの吉田勤です。今日は JR 東海さんのリニア鉄道館にお邪魔いたしました。ここはこの施設に入ってすぐのところですが、上位感謝 C62 懐かしい車両をちょうどこの頭にランプをつけたところです。ちょうど本格になりましたが、その次が今の現行の新幹線のこの時速200数十キロ台になった時のもので、300Xという原型が置いてあります。その向こうは私がもともと目的できましたリニア新幹線の01型、ちょっと暗い形になってますので、なかなか内容が見えませんが、先頭のヘッドランプをつけたところであります。この後そばで見るのが非常に楽しみです。今日はこの名古屋までやってきまして、この新幹線リニア新幹線の車両はここにしか置いてありませんので、現地で見させていただく次第です。楽しみにしております。終わります。